あとね、もう一つないかな。さあ、さあもゴジラ今日初めて何回戦の限り書いたんやけど、どう思ったらゴジラ穴掘ってきたんや。その浜岡原発の時にさ、パッて上陸したら浜辺に絶対足跡ついてるよな。皆さんそう思うやん。さあゴジラ8なかったんやけど、はい、調査してるわけで、どっか巨大な穴を見つけたんでしょうか。見つけたの、うん、発見した、発見したよ。これだけ味がどうなんだ、あれちょっと言及するんですよ。みんな一斉にゴジラ200メートル200個入れる大きさからの、この電車で言えば、あそこ1両をこの全車両じゃないか、全車両くらいの足足りないな。これで査定したでかかった。その浜辺やったらこんなでかいぞ。いいね、こんなもんやんか。おい、こんなにさ、皆様のご協力をお願いいたします。どうやって上陸したの、その再現してもらったよ。どこから上陸、その絶対の身に足跡ついてるよな。こう思いません、なんか蜂を見てくださいな。普通調査するよな、どこか。多分メイキング場面もなかったんやけど、その多分ちょっとあったんじゃん。再現したりメイクしたら多分なると思うな。あると思いますよ。多分皆さん見てごらんなさい。多分どこから、そうサムの思うとここ海じゃない。さあここはあっちの沖合だと思って、あっちから、そうこう、そう穴掘ってきたんや。それをいい方再建しましょう。吸収しまったんや、ゴジラ。あれで、無力、放射能のタイムになっちゃうよ。核物質になっちゃう。まあ、だめ、無期限。どこでも同じやて。在日米軍、それはね、いや、連絡入れたけど、別に出動は不要なんや。全体的に。我々の担当なんや。別にいいや。さあ、84でもなかったけどさ。もう。ね、そう、興味深いな。もう行ったんや。そう、そう、普通やったら、新宿の破壊場面ね。アメリカ軍も協力してるじゃな、調査に。まずですよね。そう、日米同盟戻ってきた。そう、そう、日本が自力でやってる証拠。そういうことですね。まあ、こういうことですね。俺もそれ。なって書きました。再検証したかったね。皆さんも見てください。まあ、ブログなり書いて発表するなら、どうぞ。もう、めちゃ入ってください。今言ったら Twitter、Facebook なり、なんどこの、長文、対象の、なんだ、SNS で投稿して、報告してくれてもいいと思いますね。俺でいいと思うわ。あとね、あとね、声優の皆さん、そう、庵野秀明プロデュースピート先生たち感謝しなさい。あなたたちの賃金を保ってるのはそういうこと。そう、ありがとう。もう声優業に参入してたよ。やな、84でよ、おやってたよ。てか声優、あれじゃ全然聞こえんねん。聞こえんねん、あれ。もう吹き替えで出してたよ、スタジオで。もう第1か第2か第3かわからんけど、そこで収録してたんよ。そう見えないんや。あえて新ゴジラもそうやけど、今音声も技術も発展したから、そのおかげだよ。そういうこと。そう、なぜ田中理恵と堀江優、そう、この人たちのおかげ、そして橋丸、そう、大月利美さんのおかげ、そして坂本真綾のおかげ、そして杉田智和さんのおかげ。さあ、前々からしたら田中家と窮地の関係やから、窮地の関係なんや。非常に窮地の関係だったんや。ちょびっつーって共演したことあるから。そういうことでした。さあ、前々からしてました。ラブヒナで
なんかお月見のスターチャイルドでブランドでのんいやいやそう前々が知ってたんやいろいろとねまあそれいや田中理恵さんはちょっと出しました。この国会検討したんでまあそういうことで出しました。そう芸能人違約金で多分出られない多分ボイトさんそれは、ね、関係ないと思うねえそれ別にいいんじゃね副業としてダンミツさんみたいに民間で選抜したら俺だったら従来副業って形扱いみたいな、ね、言っとくけど副業認められてるんやで、認められてるんやでそういうことやでだから、国会議員じゃなくてもいいんじゃない別にか、ね、竹中映像みたいにやったらそれでいいと思うわ、ね、この方向で行こうかなとでじゃない普通多分ね不正選挙だと思うなこれない人もまあおおしみあんたまた委員長かうんあの保証もないのにこんな委員長無理もう撤廃するからねあの国会で大議会で大出す締めたら速攻廃止案提出するから大そうしたら独裁路線もダメ日本はあの平和主義の国家ちゃんとあんのあ暴力でこれアンティテロリズムって言います今ではアンティテロリズムって言うべきよで英訳でいいんやアンティテロリズムテロリズムなんて最ももう俺で、ね、じゃあもともとアメリカどこの国にもあるのって感じ今危機感独裁に走ってると分かってそれでメッセージをねじゃあではまたバイバイ以上です。